こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は炊飯器に材料を入れて、あとはほったらかしで OK です。そんな仕込みの仕方をしておくだけで、お料理がぐんと楽になるんです。炊飯器で仕込む材料は、今回ポトフの材料なんですけれども、そのまま食べることはもちろん、その後2品のアレンジレシピを展開してみたいと思います。照り焼きチキンにしたり、野菜のポタージュスープを作ったり、とにかくそこからのアレンジレシピはとっても簡単なんです。作り置きにしてもいいし、材料のストックとしてもとても便利な方法ですので、ぜひ最後までご覧になってください。材料はこちらです。鶏もも肉、そしてお野菜がセロリ、人参、じゃがいも、玉ねぎです。まあ、これだけ見るとね、なんかカレーにしてもいいし、シチューにもなるし、まあ、いろいろな料理も展開できそうな材料なんですけれども、基本はポトフを作ります。そしてそこからいろいろなものにアレンジをするということなんですが、まあ、今回のね、材料、鶏肉ですけれども、豚肉を使っていただいてもいいし、お野菜もこのお野菜だけではなくて、他の煮込みに向いているようなものをチョイスしていただいてもいいと思います。で、まず今回のポイントなんですけれども、お野菜は皮ごと使います。皮からも旨味や栄養がしっかりと溶け出してきますので、よく洗って使えるものは皮ごと使いたいと思います。玉ねぎもよく洗って皮ごと使ってもいいし、最初の1枚目だけ剥いて、あとは使っていただいてもいいと思います。玉ねぎの皮にはケルセチンというポリフェノールがたっぷり含まれていますので、スープ自体にも栄養がたっぷり溶け出します。お野菜洗いにはこちらホタテパウダーなんですけれども、こちらをですね、少し加えてあげると汚れがよく落ちます。ちょっと農薬なんかが気になる時もこういうものを使っていただくと安心です。玉ねぎも最初の皮だけね、取ってしまって、あとはよく洗って使っていきます。じゃがいもも皮ごと使いますので、しっかりと洗ってください。それでは炊飯器の内釜に材料をセットしていきます。鶏もも肉です。もうこのまま丸ごと使っていきます。そして人参です。人参はこの硬いヘタの部分だけを取り除いて、あとは皮ごと丸ごと入れていきます。もし炊飯器の大きさに合わない場合は、半分ぐらいにカットしていただいても結構です。はい、セロリですね。セロリも長さがもし大きい場合は半分ぐらいにカットします。じゃがいもは皮ごと丸ごと使っていきます。逆に皮を剥いてしまうと煮崩れやすくなりますので、この皮を利用していただいて丸ごと入れた方が美味しく仕上がります。玉ねぎです。玉ねぎはこの根っこの部分だけ切り落とします。で、このまま丸ごと入れてもいいんですけれども、大きくて入りづらいなという場合は半分にカットしてください。こんな感じで炊飯器の内釜にセットします。具材の方入りました。ここにお水を加えていきます。お水3カップです。お塩です。胡椒も少し加えていきます。そして今回だしの粉を少し加えたいと思います。こちらはですね、玉ねぎ、椎茸、昆布、カツオ、いろいろな素材の微粉末をブレンドした、私が開発したお出汁です。素材の旨味を引き出しますので、和食洋食いろいろなものに使えます。今回こちらも少し旨味を引き出すということで加えてみたいと思います。お手持ちのお出汁の粉でもいいし、鶏ガラスープの素、またはコンソメなんかのお粉を使っていただいても結構です。少しね、旨味のものを加えてあげるとスープがぐんと美味しくなります。セットするものはこれだけです。それではこちら内釜を炊飯器にセットして、あとはもうほったらかしです。
炊飯器の機種によって時間も変わってきますが、水分が多いので自動でスイッチが切れない場合があります。一応40分くらいを目安に一度炊飯器の中を見て確認していきます。はい、炊飯器の方加熱終了しました。中を見てみます。はい、もうしっかりと煮えています。うちの炊飯器だとちょうど1時間ぐらいでいい感じでスイッチも上がって、で中もしっかりと火が通りました。ご家庭の炊飯器によって加熱時間多少変わってきます。もしね、40分ぐらいで様子を見てまだまだ加熱できそうだなと思ったら、少し様子を見ながら炊飯器の状態をチェックしてみてください。はい、もう中の具材は十分柔らかくなりました。炊飯器の加熱って本当に優れもので、丸ごと入れたじゃがいもも中がホックホク、人参もですね、もう竹串で簡単にスッと入ります。玉ねぎもトロトロになってます。お肉もふわふわ、もうこれだけでも絶品のポトフ出来上がりです。はい、ポトフとして召し上がっていただくときは少しカットしながら器に盛り付けていきます。お肉、野菜一緒に盛り合わせました。もう本当にふわふわ柔らかく仕上がっています。そこにスープをたっぷり注げば絶品ポトフ完成です。もう寒い時期にはね、本当にごちそうですよね。でまたこのスープにお野菜のね、皮から出たポリフェノールもしっかりと溶け出していますので、鶏の旨味とで絶品スープに仕上がっています。炊飯器でほったらかしポトフ完成です。ポトフとしていただいた後は簡単アレンジも楽しめます。今回はちょっとお弁当のおかずとか一品料理にもいい鶏の照り焼きに仕上げてみたいと思います。もう火が通ってますので味を絡めるだけでとっても簡単です。フライパン中火にかけて油を少し敷いておきます。ポトフのお肉ですね、チキンの皮目から焼いていきます。焼くと言ってもただちょっと焼き色をつけるという程度ですね。火加減ちょっと強めでサッと仕上げたいと思います。ポトフが余った2日目なんかにね、おすすめです。味付けはお醤油とみりんでさっぱり仕上げたいと思います。だいたい同量でね、大丈夫です。はい、調味料が煮詰まって照りが出てくれば完成です。続いてポトフが野菜のポタージュに変わります。もうくったり柔らかくなってますので、もう適当にね、お野菜を入れてミキサーとかフードプロセッサーで回せば絶品ポタージュになります。もうお野菜の量ね、適当で大丈夫です。適当にお野菜入れました。そしてこちら煮汁のスープがあればね、スープなんかも一緒に入れてあげると出汁が入って美味しいです。そしてあとは豆乳ですね、牛乳でも結構です。適量を加えてあとは混ぜていくだけです。濃度はね、お好みでスープの量や豆乳の量などで調節してください。こちらスープ温め直してもいいし、冷たく冷やしても美味しく召し上がっていただけます。簡単野菜のポタージュです。炊飯器で簡単ポトフからいろいろなアレンジをご紹介しました。ちょっとお味見をしてみたいと思います。まずはポトフからいただいてみます。立ったままで失礼いたします。まずはスープからですね。素材からの旨味がしっかり溶けています。すっごくいいお出汁出ています。もう本当にこのスープをいただくだけでも作ってみる価値があると思います。まあ、あとはね、もうこの野菜とお肉とふわふわに柔らかく仕上がってますので、
もう本当に何かをもう伝える必要はないと思いますが、ちょっと玉ねぎをねいただいてみようかなと思います。もう玉ねぎがとろとろ、本当に柔らかくてすごく美味しいです。玉ねぎの皮も一緒に煮ているので少しほのかな苦味を感じるんですけれども、これは玉ねぎのギルセチンです。とっても素晴らしい抗酸化物質なんで、ぜひ皮もね使っていただくといいと思います。皮はもちろん召し上がらないでくださいね。続いて照り焼きをお味見してみます。こちらもね、もうお肉がもうそもそも柔らかく煮えてるので、もうあとは味変したという感じですね。もうお肉がふわふわです。もうね本当に簡単にすりつぶせるぐらいふわふわに柔らかくなってるので、消化吸収もとてもいいと思います。ただこれにちょっと照り焼き味にねしてありますので、お弁当のおかずにも向いてると思います。そして野菜のポタージュです。余ったお野菜ね、何でも結構です。ちょっとこうピューレ状にしてあげるだけでもすごく優しい味わいですよね。本当に素材の味がしっかり生きていて、シンプルなんですけれどもすごくね野菜の甘みを感じられるスープです。味付けはね特に今回してないんですけれども、お好みで塩コショウなどを加えていただくといいと思います。今回は素材を入れてスイッチを押すだけ、あとは炊飯器にお任せのとっても簡単なポトフをご紹介しました。ポトフという原型はいろんなものの基本になります。ここからクリームシチューにしてもいいし、カレーにもアレンジできると思います。いろいろなものにアレンジできる保存用のストックとしても重宝しますので、ぜひこの下処理試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。